BBS だよ。BBS の時代だもん。その時に一番新しい感じのやつでやったんだよ。ガシンさんのホームページ結構話題になってますよ。あ、そうでしょ。すごい レトロな。レトロな、いやレトロで、あれとだからね、僕とね、もう一人誰だっけ？阿部寛さんです。阿部寛、そうそう。二人ね、うん、それ知ってる。取材に来たもん。あ、取材に来たんですか。取材に来たよ。それ知ってんだよ、阿部さんと僕と。いや、動かないんだって、もうあれ。増やせないのよ。お知らせも乗っけらんねえんだって、動けなくて。で、あれが、なんだっけ、ウイルスが入っちゃってね。ね、止まっちゃったんだよ。更新できないのよ。ただ、仕事のオファーのところはメール入るから、あれだけ動いてる、あれだけ生きてる、あれで仕事するんだ。掲示板がある頃で止まっちゃったんだね、うん、だから30万っていう数字が出たの、掲示板の なんかビギナーやってる頃、はい、その後35万が38万ぐらいまで行って、カウンターつけてたから、はい、38万っていうところまで行って、そこでピタッと止まっちゃった。どうしようがない。ウイルスって何ですか。何かやったんですか。何かいじったんですか。あのね、マネージャーがね、建設会社やってんのね。で、それも一緒のそのパソコンでやってるわけだね。そっちに入っちゃったんだよね。青写真とかをやり取りやってるところに入り込んできてね。それでその中にあるから、ガシンタツヤのホームページがそのパソコンにあるから、止まっちゃった。なんとかで直そうっつって、そっちの建設の方は直したの。で、僕の方だけ直んないの。止まったままな。掲示板 BBS だよ。 BBS の時代だもん。で、止まっちゃったんだもん。その時に一番新しい感じのやつでやったの。理由が分かれば面白いです。 そう、あのまま止まってるっていうのも、で、仕事のあれだけ生きてるっていうのも、仕事のオファーだけ生きてんだよ。あれでやり取りできるの、それすごいよね。心臓だけ動いてるっていうの。サンチェコかなんかで賞を取りましたっていうお知らせがね、映画の、はい、あれいつだっけな、あんたから、あれで止まっちゃったんだよ。その後もずっと仕事はしてますもんね。してるしてる。そのだからルパンの娘も入れらんないし、プロフィールも増やせないし、うん、どうしようもないよ。カズさんがもう新しいの作った方がいいんじゃないかとは言ってたんですけど、うん、でも今の状態って作ろうと思って作れるもんじゃないから、ね、面白いですもんね。面白い。時間が止まってっからね。で、実際の表紙も、あの写真、マネージャーが撮った写真で、はい、あの時点で撮ったから、もう何年経ってんだろう。でも、あの写真入れた時からだと、あ、やっぱ10年ぐらいかな。特に支障はないんですよね。支障ない。ないですよね。全然支障ないんだよね。連絡取れるし、はい、ディレクターからも、まあ、あれで入ってくるし、緊急の時もはファックス入ってくるし、大丈夫なんだよね。ただ見た目が悪いんだよね。だから全然動いてない、稼働してないみたいで。で、 YouTube でその理由出せば結構皆さん納得するかもしれないですよ。ああ、そう、はい、動かせないっていうので、結構話題にはなってるから面白いかなと思うんですけどね。あ、今喋ったら撮ったんだよ。撮ってあります、撮ってあります。それうまく編集してください。そうですね、出しておきましょうか。そういう事情なんだよね。みんななんでだろうって思ってると思いますけどね、うん。
心配する人いるんだよね、あの状態だけ見るとね。そうですね、うん、なんでああなってるんだろうっていうふうに思う人はいますよね。心配しちゃうんだよ、うん、だからその原稿を書いてさ、あのマネージャーに私に持って行って、もうそいつもだとその日のうちに全部その原稿がね打ち込むんだけど、入らなかったサンチェゴの次がね、サンチェゴの次また賞取ったのよ、なんかそれで あの島次郎 のあれで、それが乗らないからどうしたのって聞いたら、いや実は先生今こうなんですよ、まあ、こういう状態で動かなくなっちゃったんですよ、ね、と動かねえってことはじゃあいつか治るんでしょって思ってたらさ、治んないんだよ何年経ってんだよってそしたらこういう理由なの。それともう一個、時期を同じくして、何もうこのソフトはもうダメですよってなんかお知らせが来てたらしいんだよ。あ、それも手続きしなかったんだよね。なるほど。なんかあるじゃない、はい、これはもうダメっていう、はいはい、で形式を変えてくださいって言われてるの変えてなかったんだよね。ああ、なるほど。 それそのまま固まったんだ。そうなんです。タイミング悪くそれとウイルスと両方来ちゃったんだ。だから元に戻んなくなっちゃったんだ。そうですね。でも仕事できちゃってるし、うん、問い合わせくりゃね、うん、CM だなんだってそんな緊急を要するようなねことでも全部連絡取れるし、あとはマネージャーのところへ直接携帯へ、はい、ディレクターから来たりかかってきたり、はい、まあ、僕に直接かかってきたりして、はい、もう知ってるディレクターだとずっともうね何十年もの同じサイクルで回ってるから、はい、じゃあお願いしますよって言われればまたすぐ、うん、仕事できてるわけでいいんじゃないかなと。ただ新しいこうなんかもう開拓っていうかそういうのはできないよね、はい、あそこに発信できないからね。でお知らせもできないわけで、見てくださいができないの、はい、今まで見てください見てくださいが全部あったんだよ、はい、それがサンチェゴで賞を取ったからどうのこうのあれ以来ないんだよ。島次郎のあれ、島次郎は今でも続いてるからね、僕はあれやってるからね、うん、